ちらにも牛くんがいましたね。牛くんって可愛いよね、やっぱりね。爽快度公園でいいのかな。ここは通り抜けできないんだね。ダンススタジオがあるんですよ。私なんか体の動きがちょっとなかなかうまく思い通りにダンススタジオローザ。これも群馬用水なのかな。太陽光発電すごい。ここはサフランがよく咲いてますね。だろう。卵屋さんは左か右か。あー、一応止まれになってるけど、ここ危ない交差点なんだね。ちょっと早すぎたんですね。左折するのが早すぎました。もうね、山子田の向こうはね、まあ、柏木沢でね、あの三里町になっちゃうんですよ。あ、ここだ。でも当たらずも遠からずだったんだね。ね。果たして10個入りあるかね。当たらずも遠からず。なんかまたね、まあ、10個入りが売り切れということで。あの時の緊急車両だ。
いこれ。でも本当に当たらずも遠からずだったね。その日に生まれたやつは売ってしまいたいから、まあ10個で売るより15個で売った方がいいんだね10個よりも15個って、その気持ちわからないでもないけど、変な方向いてた。